当に私のことをみんな分かりすぎてる。さすがです。ちっちゃい頃のなんか書いた匂い一本目私がいただきました。日本一です。レナ王国へようこそ。レナです。今日はなんと2024年私の誕生日プレゼントの大公開。みんなめっちゃ楽しみにしてたんじゃない？これを。そう、今回のこの動画で今年何いただいたのかとか、これを参考して友達に、あ、次これをプレゼントしてみようかなってみんなにアドバイス兼ねてできたらいいな。参考できるでしょう、きっと。私のだったらなんないかはい、ということでまずいただいたこのたくさんのものたちを一瞬ね見てください。なんとこんなにもずらりーん、じゃ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 ん、全部映ってんのかな、すごいでしょ。私がいただいたもの、本当にね、もう誕生日っていうのは人生の中で毎年一番楽しみにしてるものなの。今日のこの服装似合ってないのかな。で、聞いてくださいよ。私ね、なんと今年ね、人生最高で一番今太っております。だからこの間動画で横顔太りすぎたんじゃないとか言われて、あのコメントでね、はーやめてください、もうだって太ったんだもん、知ってるから。今は頑張ってちょっと今ダイエットしてるから、一番ピークのは54キロだったので、今ね今日朝かかったの 49.9 あんま変わんない。でもね、前よりはだいぶね、もう5キロってでかいの、わかる？もう歩きながらこの辺がもう肉擦れるから。はい、本題に入りましょう。では開封していきます。まずどれからいきましょう。もう手前からいきます。1個目、じゃじゃーん、ちりゆちゃんからいただいたエルメスです。かわいい。え、こんなシリーズあったの？かわいい、見てみんな、ほら、ひょうのお皿。このシリーズまだないわ、お家に。ちょうどいい、2枚いただきました。ありがとうございます。かわいい、しかも緑。猫とかさ、トラ系とかやっぱ大好きなの私。はい、2個目、ジョーマロン、違うクリニックの先生からだね。お、なんだろう、ミスト、ミスト？カモミール、今までボディクリームとかしか買ったことないけど、すっげーいい匂い、これめちゃくちゃいい匂い。部屋とかインテリアにかけるのがいいかもしんない。これはなんか男性が好きそうな匂い。まあ私も好きやけどね。ありがとうございます。今日髪の毛ぺっちゃんこじゃない？サラサラすぎてぺっちゃんこ、ツヤツヤなんか今日の服装がまずね、なんかじゃーんじゃーんじゃーんじゃじゃーんララー、ふざけてる。はい、次いきます。次もエルメスです。本当にね、今年ねたくさんもらってるの。ボディソープとかそっち系だと思う。あ、ボディシャワージェルですね。私が大好きないい匂いです。ありがとうございます。次はこれなんだろう。今年ねフォロワーさんからいっぱいいただいたの。ディオールの、なんでしょう、まず箱がかわいい、見てみんな、高級感がもうやばい、かわいすぎるこのデザイン。おお、なんかすっごい入ってるよ、今のデザイン最高。あ、やばい、これは乳液ですね。乳液私ね、もう大好き、あの毎日ぬりぬりしてる。これはボディウォッシュ系ですね。洗っていい匂い、洗っていい匂い。これなんか取っときたいよね、普通に何かで使えそう。飾りとしてもかわいいし、キュンキュンする。ありがとうございます。はい、次、じゃあまたジョーマロンですね。じゃーん、大きいジョーマロン、やっぱみんな人気だね。しかもここが緑、こんなのあったっけ、匂ってんの、すっごいいい匂いする。あ、やばい、これも来
ことよく分かってくれてる子なんだろうね。緑の放送してくれてるからありがとう。本当にレナ様が大好きな緑です。これも見たことない。まずこれ私がいつも使ってるそのイングリッシュペアっていうその匂いのやつなんだけど、これはボディクリーム、あ、ちっちゃいやつね。私も大好き。これ持ち運びに良さそう。早速来週旅行持って行かせていただきます。これがまた見たことない。キャンドル、これ限定なのかな。見てください、デザインかわいい。このローズのそのなんて言うんだろう、絵がね、まず素敵のと、このジョーマロンのこの文字、私こういう文字大好きなの。ちょっと変わってる、うねうねみたいな。早速、あ、すっごいローズ、やだー。もうこれお風呂使いながらゆっくりさせていただきます。ありがとうございます、かわいい。次いきます。シャネルです。シャネルインシャネル、これはリップとかそっち系なのかな。そうだね、オイル、何オイル、ネイルオイル。あ、私これ使ってます。これね、みんなにおすすめしたいんだけど、これすっごく使いやすくて本当にね、いい匂いするの。前ピエン社長にこれいただきました。今回フォロワーさんからまたいただきました。これね、日々使ってんの。匂いがまずね、ザ・シャネルだし、今までのネイルオイルって本当にオイルっぽいじゃん、オイルベタベタみたいな。これはね、全くないの。指から私シャネルって感じなの。本当にいい匂いで、指の周りとかもね、こうやってちょっとね、なじませてあげれば、もうハンドクリーム並みに全然めちゃくちゃ匂う。ありがとうございます。入れ物も可愛いよね、やっぱシャネルって。はい、次こちらティファニー、じゃじゃーん。これはローズゴールドハンドクリームですね。ティファニーのハンドクリームとかおしゃれー。ちょっともう私最近爪がね、本当にネイルやりすぎてボロボロなんだよ。そろそろ一回ネイルを、あ、メッセージがなくなっちゃう。うん、でも読んでよかった、先に。かわいいハンドクリーム。箱がまずね、高級だし、ティファニーっていう、まあ、ブランドっていうのもあるけど、友達にプレゼントすると嬉しいかもね、これは。あ、中もおしゃれ。もうティファニーブルーで、これはぜひちょっとプレゼントするときにおすすめかも。いい、ちょっとつけてみよう。わー、いいですね、伸びがいいわ。ちょっとだけ出してるだけなのにこんなにもすっごいちゃんと匂う。これは長く使えそうですね。ティファニーのこの袋もね、すごく可愛いです。ありがとうございます。はい、次はこちらです。これも全部フォロワーさんから。まず、おぉ、わかってますね。私が大好きなこの赤シリーズのエルメスのクレンジングジェルですね。ハンド&ボディ、これ大好きなの私。もうクリニックとかでもトイレに置かせてもらってる。置かせてもらってる。うん。このね、匂いはもう手洗った後、どっからどこまでも全部いい匂い。通りかかるだけで、めっちゃ素敵な匂いっていうぐらい、この赤シリーズは大好きなの。これもそう、赤シリーズやだー。ボディシャワージェル。まだね、もらったことない。ボディシャワージェルの方。ありがとうございます。嬉しい。早速今日の夜から、私、いい匂い、いい匂いになっちゃうね。次は、じゃじゃーん。またシャネルでーす。あ、しかも見て、みんな。ここにシャネルのマークついてる。え、今ってこんなつけてくれるの？何買ったらこれつけてくれるの？何これ、こんなん今つけてくれんの？すごい。早速開けさせていただきます。これちょっと、これもうもはやネックレスじゃん、素敵。ちょっと取っとこう。なんでしょうか。おお、おお、2つも入ってる。1個がリップスティック。もう私リップ大好きなの、本当に。へえ、今のシャネルの蓋ってこんな透明になってるんだ。あー、大人の色、素敵な色。
やっぱりいい匂いするね、本当に。早速後で使わせていただきます。今使ってみようかな、この上から。あー、一気に大人。あん、わー、いい感じ。これ何番？70番。ありがとうございます。これは何でしょう。これハンドクリームなんだ。今こんなの出てるんだ。お友達に誕生日で買ってあげてください。これ結構多分使いやすいよ。最高。なんとこの包装にこんなシャネルのマークがついてくると思わない。すっごい高級感ある。これ何、有料？素敵。ほら、素敵すぎる。私の連絡国民。ウフー、次いきます。あ、これはまたもう本当にありがとうございます。お友達からね、最初はなんか私の大ファンでって言ってたんだけども、一目惚れして、私たちはお友達になりました。今はもうよくご飯とかも行く仲間です。可愛いエルメスのスイリーですね。またそれは私らしい。またまた、サニー。ご飯とか馬とかアイスクリームとかクッキーとかキャンディーとか、いやもう嬉しいでございます。光栄でございます。いやもう旅行とかも楽しみだわ。次ね、一緒に豪華旅行するから。ありがとうございます。次は、はい、毎年1回は私にパーリーゲーツくれる先生なんだけど、今年はねゴルフ全然行けてない。昨日行こうと思ったら今ハイシーズンでどこも取れなくて、やめた。今年はね、なんかあんまいい色ないって言われてソックスになった。今までねキャップとかなんか違うものだったんだけど、ハリーゲーツのソックス。おお、2足も入ってる。ありがとうございます。しかもみんなやっぱり分かってるね。緑です。あ、かわいい。後ろにポンポンついてる。かわいい。ありがとうございます。もう早くゴルフ行きたい。みんなゴルフする？私のレナ国民はみんなゴルフどれぐらいするのかな。絶対この中めちゃめちゃ上手な人いると思う。私は超下手くそ。じゃあ次はガール先生から。私ね、よくねディスクワークするから、パソコンとかねいじるから、ペアでいただきました。ハリネズミと猫。タヌキっぽいよね。これね、この胸元でこれ挟んでディスクあるじゃん、こうやってカシャンってやると姿勢も良くなるの。こんなんなんないので、疲れにくくなるから、めっちゃ柔らかいクッション。かわいい。癒しだね。しかも2匹も回ったから、これはね2つのクリニックに置かせていただきます。あれ、お家でも使えそうです。でもお家では仕事しないからな。ありがとうございます。次は、はい、違う先生から。じゃじゃーん、オリジナルマグカップですね。どんなんだろう。オフィスに一番適応してるね。レナ王国、レナ王国、レナ王国。面白すぎる。こういうものって毎日使うかな、その人思い出すよね。ありがとうございます。かわいい、ナイスアイディア。こういうのなんかさ、思いつかなくない、自分じゃん。はい、次、ナムフォロワーさんからですね。おお、なんかローズ。あー、わかった。お風呂とかで使えるあれだね。6回から8回分もあるんだ。こんなに使えるんだ。贅沢。可愛すぎるからなんかもったいないね。飾っておきたいよね。でもお風呂場に飾ったら全部溶けちゃいそう。使わせていただきます。ありがとうございます。はい、次行きましょう。クリニックのスタッフから。これはキャンドルだからマッチね。すっげえ高級感あるマッチだね。セリーヌのマッチですよ。1本10万円じゃない？真っ黒、すっごいかっこいい。ハイブランドとかの小物ってやっぱしっかりしてるよね。これはキャンドルだもんね。早速夜ちょっと炊かせてもらう。もうめっちゃ匂うもん。セリーヌのなんかお店の匂いする。いい匂いって大事やね。私のお家に来た人みんな素敵、かわいい、いい匂いって思ってもらいたいから、ありがとうございます。はい、次もセリーヌです。じゃじゃーん。
かわいい、セリーヌの靴下、しかも白に黒の文字、一番使いやすいじゃん。すっごい素敵、ありがとうございます、くんくん。はい、次行きます。これもお友達からいただきました。中身まだ見てないからさ、もう楽しみすぎる。なぜか私のカチューシャがこんなとこにある。ちょっとつけてみようか。似合わねえ、私似合わなすぎる。まあいいか、開けさせていただきます。おお、待って、この前私もこれのブローチ買ったんだけど、なんとシュシュもらいました。全く同じセットになった、かわいい。これも贅沢すぎるよね。髪の毛止めがこのシャネルっていうね、すごい素敵。ほら、かわいすぎ、こんな感じ。いやもうやばい、ちょっとなんか中国の田舎の子みたいな。まあいいよね、でもすっごくかわいい。ピンク最近好きになったから、モフモフも大好き。ありがとうございます。はい、今ね目の前にいた友達からプレゼント、これは私がねこの前ポロッと言ったもの、じゃじゃーん、ダイソンの新しいシリーズで、これね、なんで欲しかったかっていうとね、桜っていう色だよね、確か緑とピンクだからね、もう欲しくて可愛いから言ったらね、すぐ買ってくれたの。あー、これずっと欲しかったの。髪の毛がサラサラになるの、これでビヨーってこうやって乾かしながら、今度家でねルームツアーしながらみんなにこれ見せるね。いい感じ、いっぱい生えてるヘッドが。ありがとうございます。はい、続けていきます。次はこの前見せたニャニャコからもらったミュウミュウですね。ミュウ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 、みんな見たよね、私のかわいいかわいい。はい、ミュウミュウのトレーナー、もう私こういうの大好きなの。なぜかって本当に私のことをみんな分かりすぎてる、さすがです。かわいいよね、緑緑大好き。しかもミュウミュウ最近ね、私スニーカー好きすぎて今から買いに行こうかな、もう一個全く同じの、まあ、色地でもいいし履きやすいんだよ、良きです。次はジョンマロンです。でかい、お、いつもの私の大好きなセットです。やっぱこれ大人気だからね。これはもうボディーローション、ハンドソープとハンドクリームって感じ。ありがとうございます、素敵です。次、じゃじゃん、実はこれはもう開けさせてもらってます。すごくねいい匂いする香水なの。箱もねすっごく素敵で、木の箱に入ってて、このちっちゃいサイズで 2,3 万ぐらいだったらしいよ。やばい、ちっちゃい頃のなんか書いた匂いとそっくりで思い出せなくて、でもなんかちっちゃい頃の匂いで最近一番好きな匂い。ぜひみんなねこの香水ちょっと買ってみてください。友達にプレゼントするのにぴったり、すっごい部屋の中全部私の匂い今、素敵すぎる。もう一個ねあったんだよな、さっきもう一人ここにいた友達からもらったプレゼントなんだけどね、ちょっと私どっかやっちゃったかもしんない、んー、なぜかこの中に入っておりません。中身本当に申し訳ない、今ちょっと外に出て回ってるから見たらショック受けるんだ。ピアスもあったの、水色の可愛いやつ。あとね何もあったんだっけな、ジェミーチューのサングラスもあったの、それもどっかちょっと。もうほんとやだ、笑えない、ほんとすいません。ピアスはすぐなくすから私大変なの。次大きいものいきますよ。まずじゃじゃーん、リシャール。これはね今日初めて紹介するんだけど、このリシャールはなんと日本1本目初めて買ったのが私です。まず白がもう女性らしくて、このカーボンがす
ごくやっぱり人気で軽くてね。で、なんでこれが一番最初なのかって、今までこの中の色、赤と黒しかなかったのね。で、これは白。だから白、白、真っ白。ずっと真っ白の時が欲しくて、なんと1本目私がいただきました。日本一でーす。ちゃちゃもう本当にルンルン、気持ちも上がるし、どれにも合うから、これもありがとうございます。今年もください。で、次はいきます。じゃじゃーん、初めてのティファニー。デザインがかわいい。特にこのシリーズはもう可愛くて、私がね、お友達の腕見てこれ欲しいと思っちゃったのがこれです。ロックシリーズのバングルですね。買うならもうフルダイヤで買いたいと思ってたから、今回はじゃじゃじゃーん、開かない。まあいいや、諦めた。なんともうつけております。じゃじゃーん、見て、お腕また財産が増えました。ロックシリーズがこちらです。素敵、見てよみんな、私の腕、プラチナのフルダイヤ。なんかあの珍しいらしい、この全部のこの色。うん、かわいい。じゃじゃーん。もうお腕切り落とされそうだな。外で歩かないから。かわいい、本当に素敵すぎる。初ティファニーでした。じゃじゃーん、ビドンのクッションをいただきました。これは何色でしょうか。黄色。私最近引っ越ししたから、だからね、みんななんか家具とか布団系とか家で使えるものをプレゼントしてくれてるの。みんなさすがです、ありがとうございます。いよいよラスト、これも人生初めてです。なんと、へい、ブッシュロン。ブッシュロンの何でしょうか。なんと私のお家飼ってる猫と同じ名前の猫を飼いました。シンプルでも一切なんかなんちゃらなんちゃら、あー見られた。チーン。はい、じゃじゃーん、わかるかな。この子は一回飼ってしまえば二度と餌はやらなくていい。だから地球に優しい猫です。見てください、私の指にぴったりなの。すっごい愛嬌ある。見てよ、自分向けね、毎日こうやって見れるの。かわいい、かわいい、かわいい、みたいな。で、目がね、まず緑。すっごくかわいい。尻尾で私の指を巻いてくれる。癒し。外向けもできるの。みんなに見えるように。かわいい。普段も使えて、パーティー用にも使えて、癒しも使える、本当に素敵な猫ちゃんです。名前は日本語だとファージー、英語読みだとフージーって名前なんだって。で、私の猫もフーズーって言うんだよ。これはもうね、本当に愛用する。可愛すぎてどうしよう。フージー、サファリパークのフージー。はい、そういうことで以上、私今年の誕生日プレゼントでした。全部で4000万ぐらいいっちゃってんのかな、多分ね。ありがとうございます。もう誕生日大好き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 。年に一度もレナ祭りですから。はい、っていうことで、いつものみんなのコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。これからもレナ様のこと大好きで言ってくださいね。みんなさん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。